くぽんどーぎがくこっきーぎやきゅーぜー YouTube筑波大学の先発は寺澤仁。初回3つのフライアウトで三者凡退に打ち取ります。3回ワンアウトから9番宮沢がフォアボールで出塁すると、その後ワイルドピッチとキャッチャーの悪送球で進塁し、ワンアウト三塁のチャンスを作ります。ここで迎えるは1番石毛、ライト前ヒットを放ち筑波大学は1点を先制します。試合は7回3点リードの筑波大学は2アウトから3番西浦がレフト前ヒットで出塁、続く4番大高のセンター前ヒットの間に西浦の好走塁もあり、2アウト2、3塁のチャンスを作ります。しかし5番庄島が三振に倒れ追加点とはなりません。6回から好投を続ける早瀬でしたが、ワンアウトからセンター前ヒットを打たれ出塁を許すと、その後ツーアウト一塁とし、迎えるは4番小沢。レフト線のツーベースヒットの間に一塁ランナーが一気にホームへ生還し1点を返されます。2点差で迎える最終回、マウンドには北爪が送られます。ワンアウトからライト前ヒットで出塁を許すと、その後ツーアウト満塁とされ、2番中島レフト前ヒットを浴び1点差に詰め寄られます。続く3番近岡への初球、この打球がサヨナラタイムリーヒットとなり明治学院大学は逆転サヨナラ、4対3で明治学院大学が勝利します。